どうも、プテラタカハシです。今回、9月の28日ですね、人狼ジャッジメントにアップデートが入りました。そのアップデートの内容なんですけども、この左上に出てます、伝説のレギオンというアプリとのコラボ。で、コラボキャラが追加されたよという、そういうアップデートですね。早速、コラボキャラ見ていきたいと思います。はい、まずこちら、ステラ。まあ、かわいいね。ちょっとフェアリーテイルみたいだね、なんか。絵が。ロイ。フローラ。ああ、なんかかわいいね。ドラクエにいるよね、フローラってね。まあ、チェルシー。あ、結構ロリ系が多いですね。まあ、僕はロリコン使用するんですけど、まあ、かわいいですね。こういうちっちゃい感じの女の子たちはかわいいと思います。クラウス。ああ、もうロリコンですね。これも。ルーベス。ダール。ライオンキングみたいなね。はい。アン。かわいいね。正統派。フェイ。フェイね。あ、ヒューね。違う。ヒューじゃない。ニックね。まあ、オリビアね。と、ここをいろいろ見ていくわけですが、まあ、いつも皆さん思うと思うんですよね。まあ、僕が代弁して言っていいですか？もうお前誰やねんと。お前は全員知らんと。何とコラボしてるんだってね。まあ、思うわけですよ、僕は。まあ、僕は思うよ。まあ、みんなわかんない。伝説のレギオン。え、逆に伝説のレギオン知らないの？雑魚かよ、わらわらって言う人もいるかもしれない。知らないと。もう前回のコラボも、なんだっけ、アフロ田中しか知らなかった、僕は。そしてアフロ田中すら知らなかった人も多いと思うんだよ。誰だと。ああ、ということでね。今回の企画としては、もう逆にね、伝説のレギオンやっていきたいと思います。はい、伝説のレギオンインストールしました。お、ソライロさんなんて、あ、人狼ジャッジメントと同じ会社なんですね。かつて、世に最悪あり。豊富なエーテルを自在に操り。栄華を極めた繁栄の都アウルムは、一夜にして、ああ読めなかった。わずかに生き残った一握りの民は、必死に生き、後世に事実を伝えるべく、災いの化身を壁画に残した。まあもうこれ以上は読めないです。長いんでね。5000年それから5000年めちゃめちゃ経ちましたね。うん。まあ、技が蘇ると。まあ、入りはね。おー。ソライロさんのアプリみたいなんでね。まあ、僕はいつもソライロさんにお世話になってるんで。まあ、やっていきたいと思います。伝説のレギオン。はじめから。まあ、こうやって応援してね。まあ、なんか、ユーザーですね。ジャージを持って走って言ってますけど。逆にやってあげないとやっぱり、まあ、ソライロさんが展開してるのは逆にがぜんやる気が出てきました。じゃあお客様コードがちょっと出ちゃったんで、それはまあなしで。このゲームはどういうゲームか、僕全くわかりません。ちょっとダウンロードが入っちゃってるんでね。ダウンロード終わるまでスキップしましょう。はい、じゃあダウンロードが完了したので、やっていきたいと思います。伝説のレギオン。あれ？またダウンロードか？お、始まった。おー。あん。あ、いたね、さっきこいつ。エドのやつ、ここからベスティアの森に入ったのね。まったく弱虫のくせにしょうがないやつで、私が行くまで生きてなさいよ。ほう。よし、行こう。ん、どうやって動くの？まずはユニットを移動させてみましょう。あれ？青いパネル。これあれじゃん。ファイアーエンブレムやん。ファイアーエンブレム。へぇ。え、ファイアーエンブレムやん。オッケー。わかるよ。はい。はい、キー。ん？あれは？あ、敵だ。オーク？森の奥地にいるはずのオークがこんなところまで来てるの？このままじゃ森を抜けて村に出ちゃうわ。お姉ちゃんにはいつも女の子らしくしなさいって怒られてるけど、私しか止められないじゃない。よし。勝利条件。敵を全滅させる。攻撃するには、まず敵ユニット隣に移動します。でも完全にファイアーエンブレムなんだか？よし。あ、じゃ。よーしょー。
はい。次で攻撃できるね。隣接して攻撃する。え、めっちゃファイアーエンブレムなんだか、命中率も配信とか出てるし。よし。ベシ。ベシ。単性だよね、多分。で、向こうが攻撃して、バーン。おー。え？ファイアーエンブレムやん。よし、攻撃、攻撃。あ、今度は向こうからの攻撃。反撃するっていうのがあるんだね。これはファイアーエンブレムじゃないですね。反撃するっていうコマンドは。勝手に反撃するんで。はい。で、経験値が上がる。で、今度はこっちが攻撃。移動できる番なんで、じゃあちょっと横になってするか。攻撃。え、僕ね、ファイアーエンブレム結構好きなんですよ。うん。やろうかな。はーい。というわけでね、オーク倒しましたよ。これ、魔法とかも使えるのかな、今後。銀河じゃ。やったー、勝てました。という感じで、森にオークが出たらなんて危ない。うん。エドを助けに行くんですね、エドを。ステージクリアー。いや、めっちゃファイアーエンブレム集がすごいんだな。AP 製？あ、AP これか。ふて足の下、AP。で、ステージが新しく出た。はーい。ガチャ引いてみたいな、ガチャ。金塊の購入。とても貴重な金塊はいかが？あ、これは課金があるんですね。金塊。で、この金塊が、ソライロさんのゲームで課金なんてね、初めて見たよ。そんなことないか。待って、金塊の手じゃないか。ガチャ引きたいな。ガチャどうやって引くんだろう。初回クリア報酬。ガチャはまだ引けないのか。道具屋、サブストーリーをクリアすると、いける。ストーリーを進めると解放される。はい、なるほどね。はい、じゃあ、こういう感じのね、伝説のレギオンというゲームは、ファイアーエンブレムのような単性、マスで進めていくゲームでしたね。割と戦略性が高いかもしれないから、まあ、任天堂さんが今やってるファイアーエンブレムヒーローズだっけっていうゲームに追随してこう出してきたのかなっていう感じですね。ソライロさんがやってるゲームで、まあ、人狼ジャッジメントの同じ運営会社がやってて、まあ、課金システムがちゃんとあると。フレンドとかオンラインで対戦とかは、オンライン対戦はなさそうかな。多分、そう思います。っていうね、単性のゲームでした。はい。じゃあまあ、さっきの人狼ジャッジメントのコラボで、お前誰なんだと。一体お前ら誰なんだよって思った方はね、ぜひ、このゲームやってみてください。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。早いね。まあいいや。伝説のレギオンっていうゲームでした。じゃあ、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。